縄東海岸エリアの美味しいお店のご紹介ですが、今回はどのようなお店でしょうか。はい、まあ、あの場所でいうとですね、この中城村にある美味しいお店なんですけども、はい、VTR 用意してありますので、はい、こう普通にこれね、普通の一軒家なんですよね。お家ですよね。そうそう、ご自宅をちょっと改装して、ということで、まあ、海もねとっても綺麗な場所で、はい、東海岸が見えるんですけど、お友達の家にお邪魔しに行ってるような、まあそんな感じです。そんな絵ですね、はい、これね、急に行っても入れなくて、はい、その日の10時までに予約取んなきゃいけないって店なんですよね。なるほど、はい、いや本当にお家、あ、ちょっと待って、めちゃくちゃ景色綺麗なんじゃないですか。このね、見晴らしのいいところで海を見ながらこう食事ができる。これもあの吉さんっていうオーナーが持ってきてくれたんですか。普通に家庭料理なんですけどね、はい、なるべく優しい味付けで誰でも食べれるように野菜を多めに、野菜中心な料理ですね。それではいただきます。はい、まずは、冬瓜のお味噌汁からいただきます。味噌汁、ほっとします。あ、優しい味付けだ。味噌味ね。渋いもいただきます。しみしみです。これは出汁が本当に染みてる。おいしい。真ん中にあるこの大根を豚バラ肉で巻いたお料理ですね。また食が進みそうな。そうですね、これちょっとなんか重い感じするけど、実は中大根なので割とこう、なんていうんですかね、おいしい。あの豚バラ肉に甘辛い味付けがされてるんですけれども、これが大根と一緒になった時にすごくバランスが良くてとっても美味しいです。続いてはもう全部美味しそうで迷いますね、何を食べるか。じゃあもずくのかき揚げいただきます。本当だ、山芋が入ってるっていうことだったので、外はサクサクなんですけど中がもっちりふわふわっとした感じがして、これは食感も面白いですね。そっか、確かに山芋って普段入れないかもしれない。あ、確かに。あ、どんな食感なんだろう。いろんな種類の穀物が入ってるので、これもあのすごく体にいいなという感じがします。また作った方、ヨシさんとおっしゃるんですか。ヨシさん、はい、愛情がこもってますね。いや、そうなんですよ。ヨシさんはね、はい、奄美のご出身らしいんですけど、この料理も優しい感じでアットホームですね。そう、温かいところで食べられるランチってなかなか、だって知らない人の家の一軒家に行ってお昼食べるなんてことないじゃないですか。そうなんですよ。なんかだから観光客の方にもね、ぜひね、そうね、でも味わってほしい気がする、ね。そう、さっきも言いましたけど、ただね、あれは事前に注文しなきゃいけない。はい。だから改めてね、あらかじめね、そうそう、あらかじめ予約して、景色がまた良かったですね。中城湾になりますか。中城湾ですよ、もちろん、はい。お店にはね、看板がありません。なんかね、台風で飛んだらしくて。あらまあ。ちょっとあれ、僕らも行った時びっくりした。あれどこだろうと思って。じゃ、まさしく隠れ家ですね。完全隠れ家ですよ。とっておきのお店ですよ。よくここ見つけましたね、今回。中城商工会から紹介されたんだ。さすが。中城商工会お墨付きのお店。お墨付きの。カフェトヨムさん、中城村奥間にあります。ぜひもう事前予約をしてから、はい、行かれてください。はい、さあ続いては沖縄の東海岸エリアの美味しいお店のご紹介ですが、今回はどんなお店でしょう。はい、与那原町の伊田良敷ですね、はい、まあ与那原町ですけども、あの伊田良敷といって、はい、知念高校、わかります。わかんないですよね。知念高校、海岸の沿いで、はい、まあ、まさに目の前海のところにあるカフェなんですよ。カフェアールさん。カフェアールさん、うん、おー、カフェあるぞ。あ、出てきました。これね、ちょっと建物をね紹介すると、下にカフェがあるんですけども、はい、実はこの向かいの方とかもね、ちっちゃい個室になってるんですよ、カフェの。
へえ、カフェで個室があるって珍しくないですか。そうなんです。しかもで、コンセプトがそれぞれ部屋のコンセプトがあって、え、そんなにお部屋もいくつかあるんですか。そう。え、早く見たい見たい。だからごめんなさい、あのそこまでちょっとあの、はい、尺がないんですけど。とりあえずメインの方を今日見てもらう、はい、メインのところをじゃあまず見ていきましょう、はい、もうこの目の前が海なんですけど、ちょっとなんていうんですかね、ハワイっぽいっていう、うん、おしゃれ、ブルーが効いてますね。効いてますよね。いつもの福原さん、はい、福原美咲さんです、リポート。あ、福原さんもちゃんとカフェアールさんの色に合わせて、あ、そうみたいですね、そうだね。これね、何、カフェアールさんってすごく口調があって、あ、まあこのオーナーが香港出身の方なんですよ、はい、まあ日本に長いんですけどね、なので中華系なんですよ。え、これもしかしておかゆ。おかゆです。おかゆ私大好きなんです。ここですっごい美味しかった。アワビ入りの海鮮おかゆいただきます。はい、わー、とろとろ。これやっぱりおかゆ相当人気あるみたいな。優しいお味です。おかゆに出汁がしっかりと効いていて、エビももちろんプリプリしてるんですけど、エビ自体にもしっかり味がついてるので、なんていうんですかね、おかゆと一緒に食べた時にバランスがとってもいいなっていう風に思いました。うわー、あったかくってとっても五臓六腑に染み渡っていってるのが分かります。アワビ、これアワビかな。充実してます。そうなんですよ。食べてきた。アワビもいただきますね。これ出汁が効いてて美味しいんですよね。このコリコリとした歯ごたえ本当に美味しいですよね。続いてはこちらカフェアールさんの看板メニュー、焼き餅大根。周りが本当にパリッパリに焼き上がっていて、で中が、大根とキノコ類、そして中国の乾燥のソーセージが少し入っているということで、こちらもおかずになります。結構味がついているので、これと一緒に おかゆ食べても美味しいと思います。自家製マーラージャンをね、これ辛かったんですけどね、でもコクのあるから、ね、あそこから来た。あの最初はそこまでかなと思ったんですけど、途中から結構この唐辛子と何でしょう、山椒のようなスパイスが結構効いてますね、このマーラージャン。でも美味しいです。一緒に食べるととってもアクセントになりますね、この餅大根の。蒸し鶏の上にたっぷりの生姜とネギを加えたものがソースとしてかかっていますね。いただきます。お腹空いてきた。そうでしょう、ね、見た目も可愛いですよね、なんか繊細なお味がします。鶏肉自体はとってもさっぱりしてるんですけど、このネギ生姜に優しそうですね。ほんのり塩味がついていて、これちょっとそのまま食べて、あのお酒のあてにもなりそうだなと思いますね。あれ、このお茶だね。美容と健康の薬膳のお茶になります。お前でランチをした後、まさに美容と健康のお茶。何が入ってるんですか。おばあ様から教えてもらった。わかりやすいの方に、こちら赤いの方が夏目と、ね、夏目とこちら菊の実と、こっちがバラ、真ん中のピンクの方がバラなんだけど、あとこちらの方が結構、ね、組み合わせて今の時期とすごくいいんですよ。しまーす。おー、優しいでポッテリカの味ね。美と健康の薬膳のお茶です。確かになんか薬膳っぽい香りがしますよ。なんだろう、もしかしてこの西洋人参も入ってるとおっしゃってたので、シャネルもいいですね。和洋中の折衷みたいな。あ、そうですね、気取らずいけそうだね。
あー美味しい。自然の甘み感じますね。今のところがメインの部屋ということですね。でこの結構10部屋ぐらいあるのかな。そんなあるんですか。あ小さいだ なんかサーフィンを、はい、テーマにしたような部屋だとか、割となんかこう女性的な部屋とかあるわけ。だからファミリーで 3,4 人で、はい、そこを占有してっていうか、はい、使えるので、まあ、今、ね、まあ、貸し切りでできるということですよね。わあ、それはじゃあ本当コロナ禍にもある意味ありがたい環境ですね。で大部屋もあるんですよ。20人ぐらい入るようなところもあるんですけど、おしゃれ。本当にね、ちょっと新しいなって、これなかなか説明しづらい。いやでもこれだけここだけ見たらなんか本当ハワイアンな感じがするというかね。あ、メニューが出てきました。担々麺とか人気あるらしいです。美味しそう。いやなんかボリュームもあるし品数も豊富だし、いやお粥はね本当に秀逸。へえ、お値段もこれだって東京とかだったらね倍以上は余裕でしそうな、ありがたいですね。ここ本当に、ね、おすすめですね。まあ、いつもおすすめなんですけど、はい、ここは新しい、なんていうか本当に新しいコンセプトで三重の至らしき店、はい、の、ちょっと手前。なるほど。すごく場所もいい、まあね、非常にいいところなので、はい、ぜひ皆さんも行かれてみてください。